窓辺で手紙を読む女は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェールメールが1657年から1659年に描いた絵画。キャンバスに、油彩で描かれた作品で、ドレスデンのアルテマイスター絵画館が所蔵している。開かれた窓際で手紙を読む、オランダ人女性が描かれた、この作品は、長期にわたって描いた画家が特定されていなかった。最初にレンブラント、 次にピーテルデホー方ホ法の作品ではないかとされていたが、1880年になってからフェルメールの作品であると特定された。第二次世界大戦後、一時的ではあるがソ連が接収していたこともあった。窓辺で手紙を読む女には、開かれた窓のそばに立って手紙を読む横向きの金髪のオランダ人女性が描かれている。内向きに開かれた窓には赤いカーテンが垂れかかり、 窓ガラスの右下には女性の姿が映し出されている。画面手前にはふさ飾りがついた高褐色のカーテンが掛けられ、女性が立つ部屋の4分の1程度を干賞者の目から隠している。女性が着用している緑の衣服とテーブル上の赤いラグに乗せられた傾いた果物お皿にカーテンの色が反射し影を落としている。果物お皿のそばには 半分に割られて死が剥き出しになった桃がある。ノルベルとスナイデルはその著書、フェルメール1632年から1675年で開かれた窓について家や社会などこの女性が自身の置かれている境遇から逃れたいという願望ではないかとし、果物は不倫関係の象徴だと主張した。さらにスナイデルはこの説の証拠として X 線を使用した調査でこのキャンバスにもともとはキューピッドが描かれていたことが判明したことを挙げている。下絵の段階では画面右上にプットーが描かれていたが絵が完成した後のフェルメール死後に何者かによって塗りつぶされており近年それを取り除く作業が行われている。マルクス・ガブリエルは女の服と開かれた膜の色が同じであることから鑑賞者は 無防備な女の裸を摂取することになり、食べかけの桃が果物皿からこぼれて、ベッドに乱れて転がっている状態は、性的暗示であり、女が高原の方向を向かずに頬を向上させていることから、神への罪悪から目を背けているのだと、精神分析的に解釈している。画面前面のカーテンというモチーフは、フェルメールの作品では珍しいものではなく、 現存する絵画のうち7点の作品に描かれている。フェルメールが多用した絵画技法として、ルプソワールと呼ばれる作品の主題の前面に他のものを排して奥行きを強調する技法は25点の作品に見られる。窓辺で手紙を読む女にもルプソワールの技法が使用されており、ラグで覆われたテーブルがルプソワールとして人物像と鑑賞者の間に置かれている。 ラグが乗せられたテーブルをルプソワールに使用したフェルメールの作品は多いが、この窓辺で手紙を読む女が最初期の作品となっている。窓辺で手紙を読む女と、主官と笑う娘は、フェルメールが多用した天平技法が見られる最初期の作品である。経済学者にして、美術史家ジョン・マイケル・モンティアスは、フェルメールとその境遇で、小さな白い玉が窓辺で手紙を読む女と、 死感と笑う、娘の明るい箇所に存在すると指摘し、窓辺で手紙を読む女では特に生物と金髪を描いた部分に多く見られるとしている。このような光の表現技法は、フェルメールが、オーメンレンズを利用したカメラオブスクラのような光学装置を使用して、写実的な光を作品に再現したと考える、美術師家たちの推測を裏付けていると考えられる。フェルメールが、 窓辺で手紙を読む女を描いたのは1657年から1659年にかけてである。1742年にザクセン選定校であり、ポーランド王でもあったアウグスト・三世がレンブラントの作品であるという誤った鑑定のもと窓辺で手紙を読む女を購入し、ドレスデンの自身の美術品コレクションに収蔵した。その後、 1826年には、レンブラント作ではなく、ピーテル・デ・ホーホ作であるという、さらなる誤った鑑定が下されている。1860年になって、フランス人美術史家、テオフィル・トレビュルガーが、窓辺で手紙を読む女は、オランダ人画家、フェルメールの希少な作品であると正しく同定した。2021年に公開された、修復後の窓辺で手紙を読む女。 窓辺で手紙を読む女は第二次世界大戦中のドレス伝爆撃の被害を免れた絵画作品の一つである。戦火を避けるために他の美術品と共にザクセンスイスの行動に保管されていたがソ連赤軍がこれらを発見、摂取した。ソ連はこれら自国に摂取した美術品は救出したものであるという姿勢を崩さなかったが、 実質的には略奪だったという見解も存在した。いずれにせよ、ヨシフ・スターリンの死後、1955年になって、ソ連はソビエト国民とドイツ国民の友好をさらに強固にするために、摂取した美術品をドイツに返還することを決めた。数百点に上る美術品を失うことに行き通った、ソ連の美術師アや,やキュレーターたちは、ドレスデンにあった世界的な宝物を、 かつて保護し、今回返還する代償としてこの、窓辺で手紙を読む女とジョルジョーネの、眠れるヴィーナスをソ連に譲渡するようドイツに、働きかけた。しかしながらドイツは、何の返答もしないままに、絵画はソ連から返還された。この時に返還された他の著名な絵画作品として、ラファエロのシスティーナの聖母などがある。1979年に、 X 線でこの絵画を調査したところ、キューピットの絵が上塗りされ、消されていた。窓辺で手紙を読む、女の保存状態は良好で、現在はドレスデンのアルテマイスター絵画館に所蔵されている。2021年8月現在、アルテマイスター絵画館は、修復がすべて終わり、2021年9月10日から一般公開すると発表している。修復された。 窓辺で手紙を読む女には、弓を持つキューピッドの姿が現れている。ありがとうございます。